ピルゼン日本を元気にする絵画骨董買取プロ集華堂の田中でございます。さてですね、この間のこのうち僕のこの動画で話題にしたこのアートコレクターズで、ね、山口翼さんの漫画を取り上げて、山口翼さんとそれからコンテンポラリーで世界で一番今有名と言えるんじゃないですか、小山富雄さん。小山富雄さんね、63年生まれで僕より2歳年上で芸大出身のギャラリストなんですけど、奈良義朝とか、村上隆なんかを世に出したっていう感じかな。出会いがあって、今も村上さんも奈良さんも別の形で活動してますけど、小山さんで活動されていた時期があったということで、小山さんとてもね有名なギャラリストにおなりになったんですけども、その対談が載ってます。山口翼さんっていうの漫画について改めて言うと、要するに芸大に受験して、入るまでの、ストーリーと、それから芸大に入ってからでどんなことを芸大生がやってるのかっていう漫画なんですけど、すごく面白いのでこの動画でも紹介しました。若いアーティストの卵の、内面的葛藤みたいなことって僕らギャラリストでも知りませんし、僕は芸大出身じゃないですからね、まず分かんないんですけど、その辺をちゃんときちっと植えぐったという意味ではすごい面白いと思います。また絵描きの人はね、9割ぐらい芸大というか美大芸大出身だけど、1割ぐらいの人はね関係ないところから来てるんで、そういう人たちにとっても学校に行ってこう絵について葛藤するってこんなんなんだなっていうのは、参考になるかどうかわかんないけど、話としては面白いんじゃないかなと思って、読んでます。で、対談はねそんなに長い対談ではないので、小山さんと、山口さんの対談ですね、すごくいろいろ書いてあるということでは必ずしもないんですけども、結局その最後の方の、オチのところが面白いというかですね、で結局その、2つあると思います。1つはですね、小山さんが若い作家さんに求めることは何でしょうかという質問を、編集者の方がしてます。で小山さんの答えは、売ることにとらわれず自分にとって嘘のない絵を描くという考え方をしてほしいですねと。で、若いうちから売ることを学ぼうという流れがありますが、良いことばかりではないと思います。で山口さんがなぜでしょうかと聞いてます。例えば漫画家や映画監督はすごい作品が第一作あった人々の記憶に残るじゃないですか。一方画家は死ぬまでが仕事みたいなもんで、ゴッホに亡くなってから評価を得る作家もいますが、それまでどう生き続けるかというのが大切です。若いうちに売ることを原点してしまうとそこが大変なんです。こういうことがやりたいということが固まってくると良いのですがと。これは小山さんの、意見でですね、これは本当にね面白い議論なんですよね。で売るこでね、もう本当これね面白いのはね、割と大学ってね売ることについてはむしろあんまりそういうなんていうかみっともないこと言うんじゃない、売るなんてそんなみっともない、お金のことなんてアーティストは考えるもんじゃないんだっていうような風潮も一部にあるようです。だから学校では売るとか画廊に持ち込むとかそういうことはあんまりね教えないらしいんですよね。で一方で今そんなんじゃまずいんじゃないのって、ちゃんとその絵描きも生きていくんだから、年間いくら売り上げるとかね、そういうことをちゃんと考えて行動すべきだと、あるいは画廊もそういうことをしっかり意識すべきだというようなことは当然議論にもなってます。でどっちがいいかっていうような話もね、多分いろんなところでね話題になってると思うんですよ。で僕なんかが思うのはやっぱり売ることに関して無頓着ではいかんというふうには思います。やっぱりほとんどの
まあ、アーティストというか美大出た人が、まあ、ほとんど大学とか高校とか中学とか小学校の先生やって、それで、まあ、ここをしのいで、で、まあ、あの絵を空いた時間で描くという方が多いですけども、片方漫画なんかもね、確か中学の先生だったかな、やってて、それで後に目になって絵を専業にできたんじゃなかったかな、まあ、そういう生き方をする人も多いですけども、一方でですね、やっぱり先生っていうことが思いっきりうちだと、やっぱ絵に対する取り組みが甘くなる方がほとんどだと思います、正直言って。なので、僕はやっぱりあの売るということに関して真剣になっていただきたいなということはものすごく思いますね。で、これはね、僕映画の、あの映画の場合はね、あの売ることに真剣にならなきゃ映画なんか作れっこないんですよね。あの娯楽映画として、ちゃんと売り上げ作んなければ次の作品なんか作れませんから。これちょうど映画監督のことが小山さんに例え出てきますけど、長谷川和彦のこと出てくるんですけどね。で、僕は長谷川和彦は一歩太陽を盗んだ男一作なんですよね。やっぱそんなん別にはっきり言ってカウント僕はできないと思いますよ、映画監督としてはね。やっぱり作り続けてなんぼだと思うので、やっぱり作って客を入れて作ってっていう、そこをしっかり意識することで、やっぱりその芸術性というのとそれから娯楽性というのは一体なもんなんだっていうところがしっかりないと映画の本当に面白いものはできないと思うんですよね。だから海外に関しても、まあ、そういうことは言えると思います。ですので、まあ、僕はあの小山さんの言うことも正しいし、かといって、なんて言うんだろう、正しいというのはあの売ることを意識するとっていうのを本当にやりたいことが分かんなくなる。もう まさにその通りです。だからに何でもそうなんです。売りたい売りたいと思ってか物事をやると売れないし、売らなくてもどうでもいいっていうのも売れないし、ここがね、まあでも他の商売もそうじゃないですかね。別にその絵だけに特別じゃないと僕は思うんですけどね。チョコレート売るんだって美味しくって見た目もよくって宣伝もよくってってないとチョコレートだって売れないんじゃないですかね、レストランだって。だから僕はあの何でも全部目指すべきだと思いますよ。芸術性も販売性もね。でどれが価格だって結局挫折しますよ。だから僕はあの全部成り立つというところを目指すべきじゃないかなと思います。売れることだけ目指しても僕は相場あん、ま、僕はあの100年後も売れる作家にならなきゃ僕は絵描きになる意味ないと思うんで、まあ、そこは意識してほしいと思いますし、まあ、あのだからその場限りで何となく今だけいいっていうのも、まあ、本人も苦労するし周りも苦労する、まあ、みんなが良くなるにはやっぱりずっとみんなが愛してくれる作品を作るのが大事じゃないですかね。あ、話が飛んだな。それで、まあ、あと、最後にこれあのブルーピリオドにはまだ画商が出てきてないですね。今後出てくるのでしょうかって小山さんが聞いてて、ここ気になりますよね。で小山さんの質問が面白くて、ギャラリーフェイクでも、ハチミツとクローバーでも、画商って変な人で描かれてるでしょ？もっと前の映画やドラマでは悪い、もっと前は悪い人と描かれてます。で、まあ、あの、で山口さんはどう描くかっていうとね、山口さんは多分ね、いろんなあの画廊に取材してリアルなあの画商像を作るんじゃないかと。思うんですけども、まあ、画商もね本当に千差万別で、千人いたら千通り違うから、まあ、なるべくたくさんね取材してほしいなと実は思いますね。1人か2人か3人ぐらい取材して、まあ、こんなもんだって書かれちゃうとなんかちょっとあんま面白くないかなっていう気もしなくもないんで、画商のイメージって一番皆さんつかみにくいと思うんですよ。一番あんまり出ませんし表に、最近ちょろちょろテレビに出てますけど、そんなテレビに出てる人ぐらいで分かんないですよ、はっきり言って。あの実にいろんなタイプいて、考えてることもみんな全然違いますから、まあなんか創作なんで、リアルっていうか、あの実際に似せる必要があるかどうか分かんないですけど、あの面白い人間像をねうまく作ってくれたらいいなと期待してます。なんか話長くなりましたね。はい、ということで、かやこと買い取りプロまで、何でもご相談ください。就活販売の方も、販売の看板も今度作りますけどね、まあ、とりあえずこれは買い取り
ス判定関係のフリーダイヤルと、これがなんだ、ライン査定です。